砲第1試合です。先行キザル高校シンペイタービートは DJ ティーグ発祥説明を起こしちゃうレディーファイ。日向日向と待ちわびてやっとお宅に会えたよ。今日戦いたかったやつは2人ドタマとお主がボケ。去年いなかったからな俺のはフラットが言われたけど使うとこにしたい。最後の東京生き残りあるぜ意地誇り。俺は東京代表の時誰かにケツ噛まれなかったが、お前が最後の東京代表だけど愚かに負けたが、その話水に流そう。お前の得意なリズミカルなフロー駆使して話そう。あと3本あるからきっちり争う。多分一番話し会話まあ面倒そういうのはなし。ごたくはなし席と暮らし首元を立ちロックしていきたい。ロックまるで焼酎ロックみたいにこいた CV ラップさ。ダサいダサいかっけえかっけえ純度の100倍ヒップホップ出せないよ。はいはいダサいダサい子供にしてやるぜ高い高い。お前の焼酎聞いてる焼酎みたいなラップじゃ焼酎学生も上がらねえ。なんでそいつがおめえにわからねえ。ガキあやすためのヒップホップじゃねえよ始まりは誰にも必要。だからガキをあやすためのヒップホップじゃない。俺のは二十歳は禁止20歳くらいビールの味がわかる頃にラップの味わかる。俺のはうまさが渋いって言ったじゃん。ビールもそうじゃん。まるで一番絞り今日も俺のラップを一番に絞ってやるぜ。お前の勘違い教えてやるよ。お前は黒人になりたいんだろ中身が黒いんだろ。お前は苦いだからビールみたいにラップが苦い。お前の2倍頭回転してるの意味わからない。お前は所詮は発泡酒俺は沸かした日本中。シェビールの色ってなんすか黄色。ちなみにこの名前ってなんすか黄色。ジャパニーズで黒人を沸かしたいだけ。リズムまあそういう話もあるけど会話がしたい。キスでもしたい転がすなしたい地べた這いつまわるシンペーターみたい。お前が会話じゃなくてガチロックヒップホップとか言ってたんじゃねえのか。どうした。お前はビールで黄色い肌をレペテンすんのか。日本酒でレペテンすんじゃねえのか。日本酒みたいなヒップホップ俺は純米上がった軍配分配倍お前の大好きなサイ。でもこの場所ドタマじゃなくて俺が勝ちたい。終了決めましょう。最初のファイナリストです。よろしくお願いします。どちらか一方でお願いします。いきます。まずは先行キザル、続いて高校シンペーター、まずはキザル行きましょう。お願いします。レディージャッジ勝者キザル。シンペーターにも大きな拍手を。